まあ先そ行きましょうか、金山まで行きましょうか、とりあえず今日は。今予報見てたんですけど、雨だしね、見とったらどうも雨がもうそろそろこの辺りで雨が一やみするみたいですね。この間を狙って金谷でしたっけ、金谷の方ね行ってみましょう。よし、さてと、もう言うとうちにね電車も来るみたいですけど、そうそうそう、これやったらあれって、この駅はでもいいですね。あの島田まででしたら本数も相当多いですしね、まあ近隣島田あっちね、掛川、掛川、藤枝とかね、あっちの方出るのにも便利ですし、目の前は、ね、駐車場も300円、50円とか400円とかね、安いですし、ね、で、プラス、快活クラブもね、目の前になるっていう条件なんでいいですよね。じゃあ金山で乗ってきましょう。さあ着きましたよ、金谷駅ね。まあ列車も今戻ってきたんで、そう次のね、ただこっからのねアクセスはね、ちょっと気をつけないといけませんからね。ちなみに金谷も島田市なんですね。島田市結構広いんですね。で大井川鉄道に乗るにはこっちから乗り換えの方になるんですね。金谷ちゃん、金谷はまた金谷でブランドなんですね。金ちゃん、金ちゃんらしいですよ。で、そう大井川鉄道はいくらなんだろうな、それが値段かかるはずなんで、今の手持ちで足りるかどうかなんだよな。まず合格率がどれぐらい払えてるのかも知らんからね。結構細いところに登ってって、大井川鉄道は、大井川鉄道もこっちない。ん？大井川鉄道乗り換え。ん？あの、U ターンじゃなくてあれですね。登ったところをくるっと曲がってねってことかな。大井川鉄道乗り換えはくるっと曲がって、あ、ここか、大井川鉄道乗り換え口ってなってますね。あ、ここを通せばええんか。よいしょよいしょ、通れた。で乗り換え口は、あ、そういうことか、そういう感じになっとるな。はい、持っとる人はそのまま行けるんや。まあ、せっかくやから表の方から変えましょう。よし、もうフリーキップでよかった。よし、こんな構造なんですね。ちなみに金谷駅は駅構内の名所案内はないのかな。あ、あるあるある、こっち側にあるわ。いろいろあるな。あ、結構いろいろあるな。ちょっと今回は回りきれなさそうですね。大井川鉄道の、駅から行けるところも書いてある。すごい、 JR 東海さん切符がいいですね。自社線以外のところのやつもちゃんと案内に出て、ぜひ使ってくださいねって書いてある。すごいですね。あ、で友人駅で、あ、ここで切符、全線切符買えるんだ。便利ですね。で、大井川鉄道はこっちから行ってね。あ、ちょっと雨もやんとる。よかったよかった。ね、あ、観光案内所もあるし、もうちょっと今の時間からだと、
言っとったところに行って帰ってくるだけになりそうですけど、こんな感じなんだ及川鉄道。あのね、で、駅売店があって、14時35分やから次は15時9分か。15時9分からは次は17時5分。あ、2時間に1本なんや。で、豪華、いや、よかった、近いんだ。高額まで230円。あ、鉄道もつもやってんだ。さあ、勝ってね、勢いで改札の中に入ってきちゃいましたけど、えらい早い時間に入ってきちゃったな。よし、まあいいや。こんな感じなんですね。で、買いましたよ、合格行きってね。そうか、なんか最近すっかり貢献切符を見慣れてきてるんで怖いですけど、あのここもそうだよ、貢献なんですね。いいですね。で、私ね、ふといいことを思いつきましたよ。豊川稲荷ね、千日別日な、豊川稲荷あれこんなところで出しとるんやと思った。あれか、千日駅ってなってるから、あの豊川稲荷、豊川市の豊川稲荷とはまた別で豊川稲荷があるんでしょうね。でも別院ってなってるから、あの豊川稲荷なして院がつくってことはお寺系のはずなんで、そうすると同じ豊川稲荷のその系列なのかもしれませんね。長島園とかね、面白いのがいっぱいあります。民宿もあるんですね。イノシシ料理メインとかすごいですね。もう時間たっぷりあるんでいっぱい見てきますよ。三島館ね、ああなるほどなるほど、いっぱい魅力ありますね。タブの家、いろいろありますね。で、あとは節祖郷温泉、若返りの、いいですね。もうそろそろね、私も若返る余地が出てきてますからね。で、懐かしの宇治カラー、いいですね。で、結構高いところなんですね。走っておってここに電車がやってくる。一面一点一点でここにゼロキロポストがある感じなんですね。なるほど。でね、私ね、いいこと思いついたんですよ。もしね、受験生の視聴者さんがね、ここまで見てくれたならね、あ、先にターミナルやとか、あ、ターミナルの感じはあそこですね、あの水間鉄道の貝塚駅の一番ホームの感じの作り方ですね。あの光るやつだし、貝塚駅タイプ、ここの、ね、手前に砂利がもうすでにあって、砂利の上の先にここにあるって感じですね。これあれなんですよね、この先に友人の駅舎とかそういうのがあるから、場合は手前に砂利を敷いて少しでもね減速してこっちの奥に行かないようにっていう配慮なのかもしれませんね。そう考えると、あの貝塚駅のそれぞれあべこべな構造も納得がいくんですよね。どうでしょう、この説で。横が金谷駅ね、JR ホーム自体はちょっと段差が低いんだな、こっちの方が、ね、ちょっと段差があるんですね。面白いですね。こんな感じで切り取るっていうのも、で後から切ったっていうよりは元から、段差があってっていう感じですもんね。そう、いいこと思いついたってのがね、よいしょ、これです、合格駅ね、金谷から合格ってことね。なんかね、お札とか、まあどうもね、そういうグッズも売ってるみたいなんですけど、いいこと思いつきました。この合格行きの片道切符、視聴者プレゼントにしましょうよ。これどう？これいいんじゃない？まさに合格への合格行きですよね。合格への本物の切符ですからね、本当に合格に行けるやつ。あ、ちなみにこれあの、ダッキングね、してもらってあるんで、有効は当日限りなんで、あの有効ではないんですけど、こういう感じで、作らせてもらいましたんで、
でちょっとね複数枚、買ってきたんでね、複数枚買ってきたんで、まあ、保存表とあれするんで、2枚ね、2枚かな、視聴者様向けのプレゼントって形でね、させてもらおうと思います。いいんじゃないこれ、なんかそれっぽくなってきたやん。そうそう、本当はね、桜神社とか佐久神社でね、あればよかったんですけど、まあね、見ていただいた通りな感じだったんで、残念ながらお守りとか売ってなかったんでね、もうなんならね、あの2つでね、ちょっと YouTube ね、私がね、斡旋してコラボレーションして、桜咲くお守りみたいなね、作って、なんならね、これで合格いう人もね、コラボさせて、なんてこともね、考えながらね、こんなのもやったらいいんじゃないかななんてことを思いながら、いやしかしお茶の畑ですね、すごいですね、この上のやつ全部お茶の畑ですもんね。さあ、で